日本の西に浮かぶ五島列島。合掌。いただきます。やっぱり自分のことは自分で鍛えんばですね。やっぱり他人に任せとったちどうもならんと思います。犬塚虎を虎さんの愛称で呼ばれている。私の家はうどん屋さんで、毎日5時に起きています。そしてうどんの仕事をします。家族でうどんを作る。トラさんは子供の教育にも役立てているのだ。親が子供に対して教えたいことをこういったものを通して教えているってだけで、成績がいいだけじゃなくて人の気持ちを考えきるとかね、お金はこんなしてこんな思いをしないと稼げないんだとかね。一緒に仕事して一緒に遊ぶ。旅立ちの朝、お父さん行ってきます。もう帰ってこんで行って。はい。なんで涙出てこない。ちゃんとそういうの考えて自分が動かんもいかんよ。親は年を取り子は巣立っていく。ありがとう。本当にありがとう。親子の葛藤、喜び、別れ、家族の風景、寅さん一家の22年。昔はね、小春が調子に